ジョン・ミア・ジョン・ミューアは、アメリカ合衆国のナチュラリストの草分け。スコットランド・ダンバー出身。作家で、植物学者、地質学にも精通し、シエラ・ネバダ山脈の地形が、氷河作用に深く関わっていることを発見した。また西部開拓の嵐が吹き荒れていた頃、ゴールドラッシュで人口が急増した西海岸の人々が、豊かな森に、豊富な水をたたえた。 この地に目をつけ開発しようと、森林伐採、ダム建設を計画する中、真っ向から異議を唱えシエラネバダの大自然を命がけで守り続けた人物であり、自然保護の父と言われた。ヨセミテ渓谷から橋を発する、ジョン・ミューア・トレイルは、彼の業績を記念し、名付けられた遊歩道である。第十六代大統領セオドア・ルーズベルトは、ミューアの情熱に心を動かされ、 今につながる国立公園の理念を確立させていった。また、ミューアは、自然の保護は、自然を知るところから始まる思いから、多くの人を森に誘い出し、自然教室を開くなど、その素晴らしさを体験させて、自然と人間との共生を説いた。法訳、緑の予言者、自然保護の父ジョン・ミューア、ジョン・ミューア著、熊谷浩治訳、文系堂、1995座、 ストーリーオブマイボーイフットユース初めてのシエラの夏ジョ,ジョン・ミュア著宝島社1993年ジョン・ミュアエンサイクロペディアオブワールド・バイオグラフィー2017年6月29日閲覧ジェイ・ J. ミュアは植物の学名で命名者を示す場合にジョン・ミュアを示すのに使われるありがとうございます